ということで、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も朝日の贅沢絞りの桃味ということで、桃味でございます。今度はね、果汁が 2分の1個分使われている桃。贅沢絞り。果汁が 31% っていう、桃果汁では、異例の果汁の量でじゃないですかね。人工甘味料不使用、アルコール度数 4%。お、これは期待できる。原材料がウォッカと桃果汁と糖類と香料と酸味料。これは糖類入ってますね。なぜかグレープフルーツ味だけ糖類入ってなかったっていう理解に苦しむ仕様でしたか、ね。果実2分の1個の、果汁を一缶にギュッと詰め込んだ贅沢チューハイです。かっこ、桃1個あたり 250g として、果皮などを除いた2分の1個分の、果汁を使用しております。開栓前に一度静かに逆さにしてお飲みください。これはでも、なかなか桃チューハイで果汁多いのってないですからね。桃のね、チューハイでね。これはちょっと期待できるんじゃないですか。これちょっと期待したいですね。パクリのパクリだった、贅沢絞り。これだけは唯一の救いであってほしい。乾杯。あ、これは、うまい。普通にうまい。あ、これはうまい。よかった。うん。ネクターっていう、桃飲料ありましたけど。あれの、チューハイ版みたいな感じで。特に癖もないし、えぐみもないし、で、チューハイで、桃味ってなかなかないんですよね。あっても大体期間限定とかなってるんですけど。これは多分通年販売でしょう。これは買う価値あるな、桃味な。うん。うん。程よい甘さと、それでいて、香りも非常にいいです。うん。後引く香りもあるし。ああ、この、結局、この、ちょうどいい、この、結構、甘くないっていうか、いや、甘いんだけど、結局その、桃の果汁ってもともと甘いから、だから、それに、ちょっとあれだよね。うん。割とスッキリして、いながら、しっかり桃の風味は生きてて、で、やっぱり飲みやすい、その甘くなさすぎる、甘すぎず、ね。甘くなさすぎずといったところです。うん。これはまあ、美味しいですね。まあ一つ欠点を挙げるとさ、アルコール度数が 4% と低いってことですが、まあこれ果汁を使ってる量が半端ないんで、それを考慮して、でもやっぱ 4% ってちょっと低いよな。あ、これは飲みやすい。飲みやすい上に、やっぱ美味しいですね。これはあれだな。唯一の良心だな。贅沢絞り唯一の良心。本絞りとか、にも、桃って多分、ほぼなかったと思うんですよ。本絞りも黒絞りも。
あったとしても確か、期間限定とかだったんで。唯一贅沢絞りの中で買いの商品ではないでしょうか。うん。あ、これは普通に美味しいですね。桃果実2分の1個以上の果汁 31% を使用しています。同じ、糖果実で、違う、桃果実で複数の果汁をブレンドし、複雑味とバランスのいい味わいを実現しました。適度な甘みとまろやかなコクのある味わいです。芳醇な香りとみずみずしい果実感、果汁感を楽しめます。これやっぱり、甘みのこのバランスだろうね、これね。うん。しつこすぎな、しつこい甘みでもないんで。結構すっきり飲める。いい感じの、甘み度合い。で、コクがあるかって言われると、まあ、あれですけど、どちらかというとスッキリしたタイプですよね。うん。うん。コクは多分そんなに感じない。うん。ああ、そんなに感じない。割とこう、飲み終わったらすぐピュッて、飲んだ後にスッとこう、飲んだらスーッとこう、風味がだいぶすぐ消えるタイプの。うん。ああ。うん。喉を通るともうすぐバッと、一気に消えていくタイプのスッキリしてる系なんで、コクはそんなにないでしょう。うん。コクはそんなにないですけど、もともと桃って結構コクのある、濃厚な味わいなんで、まあ、まあまあまあぐらい。あともう一つですけど、これ糖類使う必要あったんかって言われるとあんまないんかもしれないですね。これが糖類使われてるけど。グレープフルーツと同じく糖類使わないで、あんまり甘くない桃味っていうのも案外良かった、いいんじゃないですかね。レモン味は糖類使われてて、グレープフルーツが糖類使われてなくて、桃味は糖類使われてるんで、唯一、グレープフルーツだけ糖類使われてないんですけど。まあ、本搾りは基本的に糖類使わないんで、まあ、それに差別化をしてるとか、いうパターンですかね。まあ、割と甘めなんで、女性向けではあると思うんですけど。女性にも、まあ、これは桃なんで、人気のある味なんじゃないですかね。あ、ちなみに僕も桃大好きで、もう、果物の中だと、メロンか桃か、1位を、一番うめえっていうのは、多分メロンか桃かのどっちかなんですけど、どっちかですか、どっちですかって言われると、怪しい。どっちもうまいっていうんで、まあ。でもメロンはだいたい安いやつまずかったりするからな。桃はまず、安いやつでもうまいんで。多分果物の中で一番うまい、好きな果物ですね。個人的にはね。まあただ、それを、中杯にしてうまいかっていうと、まあまあまあ、
特に外れなのが、メロン味のチューハイとか、あんま美味しくないですよね。割と香料まみれなんで。あ、でもこれはしっかり、まろやかな、そこまで香料使われてない、そんなに、香料が強いっていう、香りが強いって感じでもないし。うん。よかったなぁ。贅沢絞りギリギリ。唯一、一個もな、これで桃がまずかったら、贅沢絞りイコール、もうまずいって、俺、レッテル貼るから、二度と買わなかったけどね。まあ、唯一桃だけは美味しかったんで。まあ、今後、桃、でも、桃味のチューハイってなかなかないからね。本当に。桃味のチューハイっての珍しいんで。だから、今後桃味ってなると結構限定されてくるんで、本当に。まあ、危なかったですね。うん。これは普通に美味しい。これは普通に美味しいぞ。コクはそんなない。甘みはまあ、香りもまあ、うん。あ、これは、一回は買った方がいいでしょう。うん。2434です。ご視聴ありがとうございました。